今回はバージョン 2.60C で情報修正された王旗を使っていこうと思います。このカード、結構前に紹介と組んでめちゃくちゃ猛威振るって、それで効果時間ががっつり下げられちゃった号令ですね。それが今回、情報修正で 7.1 カウントまで効果時間が戻ったということで、指揮後で武力プラス4にさらに高めの速度上昇がつくっていう号令の、まあパワー自体は高めなんで、本人のスペックも78制圧2と高いですね。そういう強みを生かしていけるデッキを組めたらと思って使ってみております。で、加工機とバリューについてなんですが、バリューはまあ計略的に当然低知力に強いで、加工機は、計略的に高知力に強いということで、まあ今はちょっとまだそういう環境じゃないんですけど、知力10以上っていうのが環境トップ来るような状態になれば、まあ剣舞だったり知力上げるコンボだったり、そういうのが環境トップに来る時代が来れば、この加工機というカード評価は大きく変わるのかなと思っております。なぜこの加工機ってカード、武力3知力8で魅力まで持ってる、でしかも制圧もゼロじゃないっていうめちゃくちゃやばいスペックしてるんで、加工機ほんとこいつはなんかものすごい可能性秘めてるカードだと思うんですよ。だって普通にスペック要因として採用していいレベルのカードが半径持ってんすよ。なんか本当にもう知力9以上のカードが環境取っちゃえば、この加工機というカード評価爆上がりすると思ってるんですよ。で、この王旗の号令に関してなんですけど、まあ本人が槍兵ってでそこそこの武力があるっていうのもあって、範囲以上にまあ自分が中心取ること多いんで、号令範囲にも入れやすいですし、でまあ速度上昇がついてるんで、ちょっと早めに打って相手を追い返すような使い方もできるかなって感じですね。でただ相手の、今回の試合の場合は相手のリクソンに知力上昇がついてるんで、半径できる代わりにかなりの効果時間差がついちゃうんで、そこをどう、まあうまくやっていくかって感じですね。で、こちらは相手が城から出た瞬間に陸港見えたんで、陸港の方を向いて半径で、これはまあ四季3の半径っていうのも強いですよね。これがもし四季4とか四季5の半径だったら、この場面って加工機押せないですもんね。まあ、四季3だから気軽に押せるみたいなところありますね。ただまあ一応初期の魅力差と、こっちが5吐いて3吐いて8吐いてて相手が6吐いたんで、まあちょっと四季3にはついちゃいましたが、リードは3割以上。ただ、相手の陸砲は向上力アップがついてるんで、対峙時の特技向上と合わせればめちゃくちゃ高い向上力を誇るんで、そこに気をつけていきたいという感じですね。向上力高いデッキにとっては、まあ、これはセーフティーリードではないんで、特に、次はこちらが攻めた後なんで、相手のターンが来るんで、防作も使ってどうやって守っていけるかというところ。で、ここはもう加工機は即出しして陸港を見ていきたいというところで、お相手は加工機が出てくる前に陸港、こちらとしては、城から出す際にあれですね、王旗と栄冠を2部隊まとめて同時に同じ位置から出したのは、加工機が間に合ってな、加工機の復活は間に合ってないんですが、2部隊重なってると1部隊しか見えないじゃないですか、カメラ状態だと。だから加工機か栄冠かわからないような状態にするために重ねて出しましたっていう感じですね。これちょっと半径使う人なんかは覚えておくと便利ですよ。カメラから見ると2部隊重なってる時ってどっちかしか見えないからこそ、2部隊重なってる部隊が出てきたってなると計略関係されるかもって思って打ちづらいみたいなところあるんで、まあ当然ちょっと動いたら あれ栄冠だってバレるんですけど、このゲームの舞台のアイコンって武力表示と名前のところってそこまで端っこガリガリまで行ってないじゃないですか。
だから割と僕はこういう小技とかって結構好んで使ってますね。でここはもう相手のデッキが典型入ってるっていうのもあって再起だと思うんで、まあなるべくならばあんまりなんか無理して攻めずに再起を腐らせる方向に持っていきたいなって感じですね。でここバリュー迎撃取れたら美味しいですね。ここで追い返したらまあかなり勝ち濃厚かなという感じで、ここは王騎の範囲に全員入ったところで地上への号令を打ってラインを上げて敵陣で戦うことで勝ちを確定させたいという感じですね。あとこの王騎というカードなんですけど、秦軍の大攻勢って豪走つくんですよ、あ砲玉に。だからこの王騎の槍兵が刺さらない程度に高い速度上昇値って秦軍の大攻勢の豪走とめちゃくちゃ相性いいなって思って僕はそこに注目しておりますね。速度上がった状態から砲玉の豪走で装撃バシバシ入れて実際の武力以上のパワーを叩き出すみたいな戦法ありかなって思っております。でこれ地上への号令なんですけど、まあこれ一応僕は相手のデッキ次第ではこの戦法もやろうかなって思ってたのが、砲玉に知力つけてあるやつがあって、で知力つければ A 艦って知力つければ速度上昇ついちゃうんで、それで一気に攻め上がるっていう笑相手だったらそれも視野に入れてましたね。それではここまで見ていただいてありがとうございました。